皆さんこんにちは。今回は新海荘91荘の情報が来たので、ちょっと最新情報を見ていこうかと思います。これ YouTube でやってる SAO ゲーム公式チャンネルビーターズカフェっていうチャンネルでやってるやつなんですけど、ちょっと見ていきます。91荘は2022年の8月31日に来ます。で、今日は8月26日なんで、まあ、もうすぐですね。で、次アインクラッド91荘で、で、ヤシャインテグラルシリーズの進化が来ます。85層フロアボス倒して作るヤシャインテグラルってあったじゃないですか。それが次の91層のフロアボス倒して、で、それで出た武装石、混沌竜の武装石って書いてありますね。それで進化できます。これもしかしたら混沌竜っていうから、オーディナルスケールだっけ、映画かなんかの、あのピナがあのでっかいドラゴンになってフロアボスになっちゃうって話あったんですよ。オーディナルスケールだっけ、何だっけ、なんか忘れたけど、まあ、とにかく、まあ、でっかいドラゴンだと思うんですよね、91層フロアボスが。で、めったに出ないやつ、この武装石っていうレアアイテムですね、稀にドロップするやつを入手して、85層フロアボスを倒して作ったヤシャを、まあ、この武装石とこのコアメタル超ですね、このスカルリッパー、75層フロアボスのスカルリッパーですね、総力戦のやつ倒して手に入れて、で、これで進化できると。まあ、91層の風景はこのウィークエンド IF46 をまとめた記事を、これ動画説明欄にリンク貼っておくので、よかったら見てもらえればと思います。まあ、この91層のね、ストーリーのやつとかも貼ってあるんで。で、もうすぐ全世界 4.5 周年記念が始まります。もはや恒例の330回無料オーダーですね。もうやりますね、また。まあ、見た感じいろんなキャラ、このキャラたちがオーダーに入ってくるみたいですね。この応援エギルとか入ってるんで、まあ、これで出たらほんとラッキーですね。今のところなんかこれ確定枠があるとかそういうのは書いてないんで、星4確定枠のある無料オーダーは、まあ、来ないんじゃないでしょうか。まあ、その代わりね、このね、アバターオーダーが来てるのかもしれないです。まあ、ちょっとよくわかんないですけど、まあ、無料オーダー来るだけでもすげえありがたいんで。まあ、あとは大強化イベント勇気もうすぐ来るんですね。まあ、これは勇気のお香について喋った動画最近やったんで、それの動画のリンク動画説明欄に貼っておきます。あとサブクエスト経験値2倍キャンペーンまた来るんですね。これ俺このキャンペーン来た時に85層でレビリングしたらめっちゃ良かったので、この機にね、あの上層のレベリング体験してみてください。ちょっとあのある程度強い人、まあ強くなくてもいけると思うんですよね。で、85層でレベリングするとサブクエストが1回クリアで300万とかになるんですよ。経験値300万近くになるのかな。で、やっぱちょこっと達成が遅くても1回達成するだけで一気に上がるんで、まあちょっとやってみてもいいんじゃないかなって思います。で、次のギルドランキング戦は9月7日ですね。9月7日からプレシーズンが始まって、で、本番が9月14日から9月21日ですね。まあ、なんかアバター見る限りメドゥーサっぽいですけど、あと何よりこれテイルズコラボオーダー第2弾ですね。なんといっても次にパワーライズ4が来るのが大きいですね。まあ、パワーライズ4恒例の最大 HP 上昇のバフ効果中に、まあ、なんたらかんたらっていうデメリットがつくと。で、クリダメが減少するのにクリティカル発生率が上昇する覚醒効果と、まあ、豪快4っていうなんか豪快なんでしょうね、これが。豪快にデメリット効果しかないですね、これ。豪快で。まあ、防御低下するのはね、別に、まあ、直剣元対策っていう感じなんで。で、テイルズコラボオーダーもやっぱりステップ5で新スキルレコード1枚確定なので、これが大きいですね。一周引き切れば、まあ、このうちの4つが出て、まあ、これ狙いやすいってところですね、パワーラ4が。あとは残闇の直剣もっと来ますね。単体7連撃っていうのが結構気になるんですけど、あとシノン3枚以上なんで、片手直剣のシノンってめっちゃ珍しいんですよね。この遊戯シノンっていうやつ、これもね、シノン3枚以上なんですけど、この同じセット内でシノン3枚以上っていうのは、まあ、このスキル自体も含めます。このスキル装備したらこの3枚のうちの1枚に数えられるんで、このパワーライズのシノン持ってたら、まあでもこれウィンドコンバージョンなんで風属性ダメージが上昇するやつなんで、
まあ、これは残闇の直剣モッドなんで。あとは有名なのがこの昼下がりシノンですね。まあ今の環境でクリティカルとか関係あるのかって話はまああるかもしんないですけど、どうなんだろう、カオス魔人ってクリティカル耐性 300% くらいだっけ。どうなんだろうね、今の環境だと探検モッドとかでもいけんのかな。案外探検モッドのモッド素材が少し強いの出てきてるんですよ、地味に。あとはシノンの覚醒のソードスキル1枚くらい入れるとか、まあ、片手直剣スキルじゃないんですけど、まあ、片手直剣のソードスキルとしての使用はできないけど、まあ、同じセット内に1枚入ってるってだけで条件満たせて、覚醒した時に覚醒効果を発動すると。で今片手直剣の7連撃見てってるんですけど、燃える魂キリト、これが7連撃ですね。ピュリフィケーションってこれどういうモーションでしたっけ。今燃える魂キリトの攻撃モーションを YouTube で動画で出してる人いたんで見てきたんですけど、やっぱちょっと攻撃モーション長いですね、このピュリフィケーションってやつ。攻撃モーションの動画上げてくれた方ありがとうございました。あとこれ SAO スキルレコードまとめっていうサイトなんですけど、キリサメさんっていう方がやってるウィキなんですけど、これスキルレコード検索すると出てくるので、これすごくいいサイトなので、俺めちゃくちゃお世話になってます、いつもありがとうございます。この動画で使う許可いただいてます。見た感じさっきのピュリフィケーションしかないです、7連撃、まあ、たまにねその連撃数が多くても攻撃モーション早いっていうことも稀にあるのでどうかなって思ったんですけど、やっぱちょっとね長かったですね。まあでもやっぱ残闇の直剣モッドって結構このピックアップに来るのって、このステップ5式のオーダーのピックアップに来るのは珍しいので。あと突性の両手槍スキルですね。突性って何に効くんだろう。これカオスボス弱点属性っていう記事書いたんですけど、カオスボスダンジョンってボスアバター作るために周回するパーティーで回れるダンジョンがあるんですよ。国鉄級にあるんですよ、第一層の。なんですけどここに出てくるボスモンスターはカオス討滅戦のボスの弱点と一致するんで、で突性ってカオス175以降はないみたいですね。カオスブラッケンとかまあ出るか分かんないんですけど、まあ、なんとなく出るのかなと。突性といったらカオストロールですね、今のところは。で階層フィールドでも突性が弱点の敵ってなかなかいないと思うんですけど、これダンジョンボスの弱点属性まとめた記事なんですけど、これにもちょっと見当たらないですね、突性は。まあなんだろう、カオス討滅戦で言うとカオス155以下だと確か属性耐性がなかったと思うんで、まあ、槍のモッド使えるのかな。全体5連撃って書いてあるけど、もしなんかブレイクしやすい技名とかだったらなんか使いやすいとかこれからあるのかもしんないですね。あとは突性、あこれも突性、え突性2つ出るってことはなんか突性あるのかな。何か次のボスの弱点とかも気になるしな。この突性のコネクトスキル虚構輪4バフっていうのがあって、まあ、20秒間クリティカル発生率が上昇すると。で次に受けるダメージ軽減するけど、ダメージ受けると、まあ、効果が解除されてしまうと。でこれスタック制なんで、スタック積み上げるごとにクリティカル発生率が 1% 1スタックにつき上昇してって、でこのね虚構輪バフってなんかすげえ強い人でめっちゃ知識ある人がこの効果の話してたんで、なんか使えるのかな。コネクトにこの虚構輪バフってなんだっけ、あれアビリティになかったなかったっけ。まあでもこのクールタイムを369減少ってあるんで、この連結分が当たるたびに発動するんですけど、もうこれだけでめちゃくちゃ大きいですね。でコネクトスキルはなんかスキル威力がやたら大きいと、なぜか。もうこれ当たるだけでもう十分当たりとは言えますけど、まあとにかくこのテイルズコラボオーダー第2弾結構いいですね。あとは下のやつは既存情報とか、まあスクショコンテストの結果発表とかなんで、まあ大体最新情報はそれくらいですね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録してもらえると次の動画作りのやる気が出ます。91層の実装楽しみですね。では失礼します。